小学生の頃の私は世間知らずで怖いもの知らずだった。九星鬼を知っている大人はユーナの名前を高島ユーナと結びつける人も多いから、少しスポーツができるだけの私も注目されて、私はそれを自分の力だと勘違いした。その勘違いを打ち砕いたのが彼女とそのチームメイトたちだ。私が彼女たちと会ったのは一回だけだけど、その後も人捨てに彼女たちの活躍は少しだけ聞いていた。帰りどっか寄ってく？何あの子、ちっちゃかわいい。頼もー頼もー、道場破りか。よし、風紀のツッコミ。あんまり目立つな。ここは私たちの学校じゃないんだから追い出されるぞ。他校に乗り込むのだから、これくらいの気合を入れていかないと。囲まれてタコ殴りにされてしまうよ。どこのヤンキー映画を見た？もしかして柚木さん？ああ、そうだけど。二宮さん？うん。私は柚木くんの大親友、不要リリエンソールユーナだ。君が二宮さんだね。小学校の時バスケで私の柚木くんをコテンパンにしたそうじゃないか。今日はそのリベンジに来た。違う。そうなの？あ、いや、お前は何を言ってるんだ。頬をつねらないで。でも急に連絡が来たからびっくりした。私の連絡先どうしてわかったの？とある人物を調査していたら、偶然君の SNS アカウントを見つけたんだ。この学校にいる鈴木優奈って人を知らないか？鈴木優奈？ああ、もしかして。知ってるんだね。まあ同じクラスだし。ぜひ会わせてほしい。そうだね。じゃあさ、柚木さんが勝負に勝ったら連れてくるよ。勝負？ワンオンワンで。頑張れ頑張れ柚木くん。ねえ柚木さん、なんでバスケ部辞めちゃったの？あの試合の後、柚木さんがバスケ部を辞めたことを噂で聞いたよ。私たちに負けて心が折れちゃった？案外弱いんだね。ウェイト、隙が出た。ここで狙う。あ、入った。スリーポイント、これで3回連続の負けか。すごいすごい柚木くん。運が良かっただけだ。私たちが小学校の時に柚木さんに勝てたのも運が良かっただけだよ。ねえ、本当にさ、なんでバスケ部辞めたの？続けても成果が出ると思えなかったから。成果か。私の小学校の時のバスケチームの人も同じ理由でほとんど辞めてった。大地さ、もしバスケで四国トップになってもそこまでだもん。知ってる？九世紀の時代にはさ、みんな日本全国とか世界とかを目指してたんだって。今の時代にはそんなものないしな。うん、この世界は狭すぎるよね。さて、負けたからには約束通り彼女を連れてくるよ。試合できて楽しかったよ、ゆずきさん。二宮さん、私は世界だろうと日本全国だろうと、どこで活躍するかは関係ないと思う。自分がやってきたことは必ず自分にも周囲にも意味をもたらすから、世界だろうと四国内だけだろうと関係ない。自分が成し遂げてきたことそのものが何よりも大きく重要な成果だよ。リリー、不要さん。あなた、子供なのに立派なこと言うね。え、子供？ありがとう。じゃあその鈴木優奈を呼んでくるよ。ここでしばらく待ってて。まあでも多分柚木さんたちが思ってるのとは違うと思うけど。え、どういう意味だ？
子供。私は、ゆずきくんと同い年だ。あの、二宮さんに、ここに来るように言われたんだけど。待っていたよ。君が鈴木優奈かい？ごめんなさい、違います。え？あの、私、横手すずと言います。